ではまず器合わせから始めよう。器合わせ？そう、魔力の少ないものが多いものと同量の魔力になる修練方法でね。つまり僕の魔力量が師匠と同じに？うん。さ、手を出して。冷たいですねって。いいかいベル。この輪を通してお互いの体に魔力を循環させていくイメージを浮かべるんだ。魔力を循環。魔力を循環。魔力を循環。これが師匠の。やはり君は私の見込んだ通り。最大魔力量というのは人それぞれ最初から決まっていてね、それ以上に増えることはないんだ。だから場合によっては私と同じ魔力量にならないかと思っていたけど、ちゃんと同量、いやそれどころか君の最大魔力量はまだ限界に達していない。父上、どうかしましたか？いやな、水晶がな、以前はここにあったはずなんだが、誰かが。ベンデリンか。あいつ、自分に魔法の才能があるとでも思ったか。きっと平凡な自分に落胆して涙を流したに違いない。